はい、こんにちは。気になる台風進路情報をお伝えします。10月5日9時現在、日本の南東約3000キロのウェーク島近海で熱帯低気圧が発達中です。今後台風19号へとなる見込みです。早速ね、ウィンディーで見ていきたいと思います。右横に、表している写真が現在ひまわりが写した10月5日現在の台風の卵の状態です。今後24時間のうちに台風19号へと発達する見込みです。今後の台風情報を見ていきたいと思います。どうもね、今度のまた3連休中に九州に近づく予想となっております。世界各国の気象機関が計算したシミュレーションの結果を比較すると、熱帯低気圧は高気圧の縁に沿ってしばらく西へ進み、日本の南へ向かうことを示唆するものが多くなっています。来週後半は日本に影響が出る可能性も否定できないため、今後の台風情報に十分注意してください。こういったわけで、現在スーパーコンピューターウィンディーによる進路、確率が 80% は当たるウィンディによって進路予想をしております。あくまでもね、まだまだ日にちがありますので、確率は五分五分といったところの確率となっておりますので、最新の今後の台風情報に十分注意して、最新の情報を見るようにしてください。それでは、現在の台風19号の進路見ていきたいと思います。この辺で発達して、だんだんしっかりとした台風になります。金曜日11日、これが19時22時ですね。で、土曜日に入りました。12日の朝です。お昼です。夕方です。12日の夜です。深夜です。はい、日曜日に入りました。で、13日の朝です。午後ですね。日曜日13日がこの位置といった具合で、14日までしかまだ予想できませんので、これが14日午前6時7時の予想位置となりますので、十分今後の台風進路情報には気をつけてください。といったわけでね、台風の卵が現在発生しております。今後ね、台風19号になるんで十分気をつけてください。ではまたです。さよなら。